た？うん、おはよう。昨日さ、そういう系だった。そう。蜂蜜入れした。はーい。まぶしい。まぶしい？うん。朝だからね。昨日遅くまで起こしちゃったからな、さっちゃんな。なんかしてるか？よいしょ。寝ていいか。こんな格好して寒い寒い言っても寒いよ。じゃあ、パンダさん。パンダさんにする？うん。ハーフアップのパンダさん？うん。全アップのパンダさん？ハーフアップのパンダさん。オッケー。リボンが前ね。オッケーオッケー、わかった。前。わかった。任しとけ。リボンが前ね。承知しました。上手だね。パパいつもさ、2回か3回やり直すよね。合格って言われないもん。リクエスト難しいね。だってここが絶対なってる。だってここがね。あら、かわいい。いいじゃんいいじゃん。気に入った？わー、かわいい。この顔するときは気に入ってる。うんうん、舌が出てるし。ちょっとテレモードになるって。やったー。はい、スイちゃん食べなさい。どうもありがとう。ありがとう。持ってきてくれてありがとう。はい、スイちゃん、ありがとうございます。持ってきていただいて。スイちゃんの可愛い髪の毛が映らない。オッケーオッケー、映った映った。今日の髪の毛はリクエストのハーフアップパンダです。よろしくお願いします。今日はね、久しぶりにマムズライフを撮ってるんだけど、スイちゃんは保育園に行きます。バイバイ。そしてママとパパはお仕事に行ってきます。行ってらっしゃい。では、いい一日になるといいですね。はい、頑張って行きましょう。ダメです。なんかでもママ、今日はとっても楽しい一日になる気がするな。いやー、ちょっと分かったから。楽しかったこと3つ教えてね、帰ってきたら。やだ。なんでよ。10個がいい。10個教えて、教えて、全部教えて。やっぱ100個。100個教えて。あと誰にありがとう言ったかも教えてね。じゃあお着替えして。ズボンは寒いから暖かいの履いて。全然寒くないし。絶対寒いねえ。あったかいズボン持っておいで、ママ温めてあげるから。分かったよ。あ、こっち寒い、こっち寒い。どっちがいいかな。あ、茶色。茶色ってのはこっち、うん、ブルー。え、ママこっちが素敵だと思う。こっち、これ。あ、じゃあそれで。靴下入ってきて。すっごい可愛くない靴下選んでいい？じゃあ自分で選んできて。かわいい。はい。おかえりフルーツ、何食べたい？みかん。みかん？うん。じゃあ用意しておいてあげよう。しょー。はい、食べ。いらっしゃい。いらっしゃい。そうそう、靴下持ってて。いってらっしゃい。靴下履いて。はい。踊り疲れてない。なんで？蜂蜜飲んだのに。あ、もうちょっとしなきゃ。鳴らした。ポッポッポ。昨日から出るね。ねえ、さつまいも食べたからだよ。ラビュー。ポッポッ。ラビュー。バイバーイ。
すげえすげえ。今パパが保育園を送った帰りにレンタカーを借りてきてくれるので出発します。朝からバタバタしてごめんね今回もありのままの私たちの今の生活をシェアできたらなと思っております。変えてないけど資生堂のファンデーションにローラメルシエのルースセッティングパウダーライトキャッチャー、これがすごいツヤツヤになるよ。アリーの日焼け止め使ってます。すげえ。寒い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 。おはようございます。しっかり言える？うん、言える？ね、あげてあげようか。うん、上のニットがなかった、うんした。取引先に行ってきます。うまみソースをやっとアメリカで販売スタートできるので、輸出してくれている会社に何卒よろしくお願いしますっていうことを言いに行ってきます。私たちのゴールは世界中の全ての着物子たちが自分の近くのローカルスーパーで気軽に買えるっていうことがゴールだから、ご覧の皆様の中にも小売店の方がいらっしゃいましたら、ぜひコンタクト着物まんまでご連絡くださいませ。お願いします。地道だよね、はい。やっぱ YouTube とかやってると派手にやってるって思われるけどさで私たち新参者だからね、調味料業界とか教えてくださいって言っていろんな人にアドバイスいただいてね。ということでもうちょっとみんな待っててね。投稿するわ今日のショートを。スーちゃんがさ、失敗は成功のもとっていうショートを出す。すごい可愛いんだよね。肉まん萌えが食べ終わったら行ったらちょうどじゃん。行ってまいります。ドアが閉まります。メニューでこのうまみソースを作ったうどんを例えば作っていただいて、台本とかなくて、ね、私たちのうまみソースを輸出してくださる東條さんと望月さんです。この度はどうぞよろしくお願いします。会社がなければ私たちのうまみソースを海外に持っていくことができないので、すごく重要なお仕事をしてくださっているんですが、よろしくお願いします。ありがとうございます。商談が終わりました、はいね、いいお話ができました。着物子のみんなにうまみソースを届けてくれる人を紹介した今日の旅に行きましょう。いただきます。これはいいぞ。めっちゃ美味しい。めちゃくちゃすごい人。事務所近いよね。うん、近い近い。歩いて来れなくないよね。うん、来れなくない、うん、ちょっと事務所に来ました。散らかってるな。散らかってる。お掃除する時間あるかな。お掃除ちょっとする時間ないかもしれないな。パッケージと送ったり。今お客さんがね、一人ね、シンガポールから来てくださってるから。レイチェル、シンガポールからレイチェルが来てくれました。キモナカです。ありがとう。 Thank you for coming. No, happy to be here. Thank you. で今エリカちゃんがお話ししてくれていて、ケスちゃん eat strawberries like chocolate. あ、いや、グレイチョコレート。これ、ありがとう。いただきました。いいの？ Is it okay? Okay? Yeah. ありがとう。 She will love it. Thank you so much. またね。 See you in Singapore. See you. Yes. Yeah, let me know. すみません。着ない服、もしよかったら着れそうなの選んだけど、かわいい
これエリカちゃん用だよね。あ、いいね。エリカちゃん用だよね。ちょっと大きいと思うけど、赤ちゃん、ほんとすぐ大きくなっちゃうから、お洋服がね、冬物とかさ、意外と外行く時のないよね。二つ持っていくわ。二つ。え？土鍋二つ持っていく一応。うん。ただいま。よいしょ。ありがとうありがとう。お疲れ様。あれ、ちょっと急がないとな。ね、ギリギリなっちゃったね。美味しく炊けたよ。あ、本当。うん。あ、よかったよかった。帰ってもう一回やってみよう。やだやだやだ、うん。友達のお家で IH の土鍋の試験が終わりました。今5時18分。やば。やば。すーちゃんち、早く迎えに行かないと。私、保育園の前のところしてくれる？うんうんうん。なんで？パパ。すーちゃん、靴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 直して。靴揃えてよ。はい、ここに入れてください。はい、自分で入れていただけますか。はい、お願いします。何何？今日のカエルフルーツは何ですか。何があるかな、みかん。は？ちょっと待って、ママ部屋着に着替えさせて。やだ。え、だってこのままお料理できないじゃん。できるよ。できないじゃん。朝食をきれいに片付けないまま出てしまったので、きれいにしたいと思います。あ、こんにちは。おかえりフルーツ。どうぞ。やったー、ママ。なんていうの？ありがとうございました。はい、トゥッツルートゥルラジャー。4、5、6、7、7個入ってんだ。そっか、7個入ってんだ。そっか。何がどうだ。さあ、片付けるぞ。ちょっとこれ開けてください。うん、桃のチューチュー。うん、今日はね、トンテキにするよ。キュウリ食べたい。切ってくれる？うん、ありがとう。斜めに切ってほしい。よく切れる包丁だから気をつけてね。はい、ありがとう。次さ、お肉トントンしてもらっていい？うん、ありがとう。赤いとこだけね。うまいうまい、ありがとう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK, be ready. パパ、今ご飯作ってる。ありがとう。トンテキだよ。スーちゃんが選んだからね。あ、そうだね。今日スーちゃん選んだよね。いいこれ。もういいいい。もうブロに合うね。見て。うん、いい感じ。さすがに読んでいる。ちょっと直った。なんだ、書いてあるね、字が。スーちゃん、これなんて書いたの、スーちゃん。うまみそう。かわいい。うーまみ、すごい。すごいね。ありがとう、スーちゃん。さっきスーちゃんがそれ振ったやつだね。そうだよ。うぅバナナ。優しくね、優しい言い方で言って。だって遅いんだもん。でもスーちゃん、ママとパパご飯作ってるでしょ。一緒にできると思う？オッケー。パパ今やってくれてるでしょ。怒るんじゃなくて、なんていうの、ありがとうでしょ。このソースはケチャップとうまみソース1対1です。ぜひ作ってください。めちゃうまです。めっ
ちゃうまい、うん、これ本当に美味しいよね。本当に美味しい。1対1でバッチリ。ハンバーグにも合うし、ステーキにも合うし、とんかつにも合うし、お魚に何にも合うし、これ何でも合うよね。あとこれもやしシトラスサラダと残り物のニラ玉豆腐です。まだ大丈夫そう。これで今日で終わり。あとパパ置いてくれる。湯気出てきたよ。ああありがとうありがとう。お風呂の栓の閉め忘れに注意してください。オッケー。今日お肉パパ、スーちゃんが作ってくれたんだよ。すっげー。はいどうぞ。はいどうぞ。はいどうも。はいどうも。もういい？開けて。え、どうする？じゃか。おー。いただきます。あ、でもこれ混ぜて。これ食べてごらん、美味しい。せーの、いただきます。チラシとかもできる。これ食べてみて、これ。お肉どう？美味しい。美味しい。うーん。美味しい。ママ。何？今日パパマッサージしてあげる。なんで？え？何マッサージ？怪しいマッサージ？うん。仲良くなるマッサージ。怪しいんだけどさ。ありがとう。心ゆくまでマッサージして。ちょちょ、ママとパパ仲直りして。ありがとう。仲直りマッサージ券だから、一緒にお風呂入ってるか。なんで3人で入っとる、ね、じゃあ先に入っとこう。できるでしょ。じゃあ誰が一番最初にすっぽんぽんなれるか競争しようか。あれちょっと早い。ちょっとずるい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 。ずるいぞ。待てお風呂でやろう。よいどんよいどん。お風呂でやろう。はい、パパ先お風呂入ってるね。OKあ、もう一回貼ったわ。ではお風呂に入ってきます。よいしょ。パパが洗い物してくれたので、先にお風呂に入りに行って、お洗濯、スーちゃんの体と髪の毛は私が洗って、立ち交代してパパが体を拭いてクリームを塗ってお着替えを終了させるっていう役割分担です。もう8時半だし、結局いつも9時とか9時半、遅い時は10時、10時半ぐらいになるね、すーちゃんが寝るのがね。遅いよね。編集の人からさ、はい、新しい動画が送られてきたんだけどさ、アイス食べながら見る？見る。すーちゃん動画見る？いいね。 This is the last video for 2023. Thank you for your support. This is Yuki Monaco. 僕と結婚してくれ。何それ。プロポーズされちゃったんだけど。この中には綺麗なプレゼントが入っている。開けてみます。パカッ。今の音楽スタートして入れてくれ。ありがとう。あの餃子の手になるわ、これから。あ、スーちゃんもやりたい。待って、向こうでさ、スーちゃんの時見てもらっていい？え、いくよ。せーの。すごいじゃん。すごい。せーの。すごい。背景見る。うん。うわー。すごい。え？嘘。オッケー。直しいらないよね、この動画。ね、一年最後の動画で、すごくいい動画。ちょっと待って。こういう感じで編集の最後は元スーちゃんチェックが入ってます。ほとんどの動画見てるよね。うん、5枚にね。そう、もちろん視聴者の方の反応も気になるんだけど、動画の制作は私に一任してもらってるから、編集者と二人三脚で進めてるんだけど、元とすーちゃんの反応が一番気になるし、どういうとこで笑うかなとか、ちょっとどういうところで反応するかなとかっていうの結構見てる。あ、そうなの、うん、そうなの。このままで大丈夫です。いいこと思いました。ありがとうございました。ハッピーニューイヤー。OK。 ブツブツ言うの誰？面白い絵本のタイトルだね。雨がやっと晴れたので、夫婦は外へ出かけました。なんていい天気でしょう。メリークリスマス。雪で遊びたいね。寝よう。違う、よし、マッサージしよう。やだ。あ、それやって、おー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 。うわー。ちょっとこれが大変なんだけど、足はすっごい、足はね。
今日は皆さん朝からお付き合いありがとうございました。久しぶりのマムズライフ。そうだな。いかがでしたでしょうか。生活がだいぶ変わってたかなと思います。いつでも3人で一生懸命生きていくっていうことは変わってないと思います。私たちファミリーを応援してくださってありがとうございます。クッキングもまた撮るんだけど、こういう動画が見たいとか、もしリクエストがあればコメント欄で教えてください。これからもね、みんなの見たい動画を撮っていきたいなって思っています。じゃあみんなで寝たふりしよう。あとさ、壁しよう。壁枕にしてさ、スーちゃんが消す。じゃあこれでこれ危ない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 。おやすみなさーい。真っ暗。見えなくなっちゃった。